こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。今回の動画では障害年金の実地調査で注意すべき2つのポイントについて話をします。ポイント1、うつ病は日によって状態が変わってくるということを理解する。うつ病の場合、日によって症状にかなりの差があります。調査日にたまたま調子が良かった場合、調子が良い状態での日常生活を伝えてしまうと、そのまま調査結果に反映されてしまうことがあります。そうなってしまうと、本来の日常生活能力と比べて障害は軽度であると判断されてしまい、障害等級が低くなる、あるいは不支給になってしまうという可能性があります。比較的調子が悪い時の日常生活状況について事前にまとめておくと良いでしょう。特に着替え、トイレ、食事、炊事、掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯、買い物については次の4段階で評価できるように具体的にまとめておきましょう。この4段階の評価とは次のようなものです。1、具体的にできた。2、自発的にできたが援助が必要だった。3、自発的にはできないが援助があればできた。4、できなかった。年金事務所の職員も障害そのものの専門家ではありませんので、これらの情報はきちんと伝えるようにしましょう。本人が伝えられない場合でも家族の意見も参考にされますので、伝え漏れのないように注意してください。今回の動画はここまでです。実地調査におけるもう一つの注意すべきポイントは次回の動画でお伝えします。